田総理大臣がここまで採決まで踏み切ったという今でもまだ野田総理大臣の考えが変わるという可能性はあるんでしょうか。またない場合次の策として、民主党を離れるという選択肢も現実に考えていらっしゃるか。それは今言った通り最善の策を取れるあるいは取らせることができる可能性は小さいけども最後の努力はするということでして、あとはそれをやってのちに、結論はどうするかは任されておりますので、判断をいたしたいと思います。ではあと1問だけ、伺いますけど、与党クラブ以外の方で何かありますか。ニコニコ動画の七尾と申します。よろしくお願いします。最後の努力の中身なんですが、例えばですね、野田総理と3度目の会談というお話があった場合にはですね、元代表がお話しするお考えはあるでしょうか。野田さんがその気持ちがあればいつでも応じたいと思いますし、私の言ってることはすでに分かっていると思いますし、今日申し上げたこともメディアの通じて、分かるでしょうから、その上で、会うと話し合おうということであるならば喜んで話します。それではこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございます。いいかね。いいですか。はい、はい。